無事、シートつきました。まずかちゃんと体を支えてくれるかチェックしてみようと。はい、皆さんこんにちは。 MT3 兄弟のお父さんのヒロです。今日は、前回、予告していたかもしれませんが、運転席のシートの取り替えですね。これをお届けしたいと思います。まあ、なぜ取り替えに至ったかと言いますと、取り替えしようかと思ったかと言いますと、あの座面で桃を支えたいんですが、ちょっと純正のシートだと座面の長さが短くて、ももを支えてくれないんですね。ももを支えてくれた方が私は運転がしやすいので、少し大きめのシートを探してきて、まあ、それを、ビートに移植しようというわけです。それでは、まあ、いつもの通りですね、取り付けの風景をご覧いただいて、まあ、今回はインプレッションというか、まあ、取り付けた後の座り心地をですね、皆さんにお伝えできればと思います。それではまず作業の様子をご覧ください。はい、ヤフオクで落とした、STI のシートをつけるために、純正のシートレールを、今移植してます。レールの幅を340ミリにしないといけないので、どうやってやっていこうか今試案中です。頑張ってなんとか取り付けていきたいと思います。はい、シートレールの移植なんですけれども、ここ元々の取り付けにですね、 L 型のアングルをつけて固定することにしました。こちらもそうですね。そしてこちら側はL 型のアングル、この L 型のアングルですね。さっきのは何て言うんですか、こうですけど、これは平面の L 型アングルを使って、シートレールを内側に寄せます。なぜかというと、こちらの位置がここよりも内側に入ってるからなんですね。で、ここは短い、本センターで打っているアングルを使って芯を出して、そして、340ミリの芯芯の幅を出してみたいと思います。多分これでいけると思います。はい、シートレール組み付け完了しました。奇跡的にですね、340で綺麗に収めることができました。驚きです。これがもう、340うまくいってますね。実はですね、シートレール逆につけたんですね。本当は本来こっちがここに来るべきなんですけれども、これがこの出っ張りが邪魔してうまくいかないので、ちょっと逆につけてみました。ビートのシートレールは左右独立しているので、
からこういう裏技ができたのかなと思っています。じゃあ綺麗に外した部品をつけて、シートベルトの、部品をつけて、車体に取り付けたいと思います。やった、うまくいきました。はい、運転席のシートなんですが、純正のシートレールをつけてたんですけれども、私が胴長ということもあるんですが、頭が帆に、触れるので、低いシートレールを、社外品のシートレールをヤフオクで落としました。そしてこんな感じでつけてみました。そして外した純正のシートレールがこれですね。シートレールの位置を調整するレバーが、ドア側に来てしまっていたので、ボディと干渉していたんですけれども、社外品のシートレールは、中央側に、あるので、その問題も解消されると思います。それではこれから、車体に取り付けていきたいと思います。はい、無事、シートつきました。リクライニングの幅も、リクライニングじゃなくて、シートの上下の位置もですね、純正よりも大きくできるようになって、でシートの高さも、若干下がりました。心にもつかない、頭がつかない、高さにまで持ってくることができました。ただその姿勢は私の好みではないので、ちょっと悩ましいところではありますね。シートが底付けって言いますか、そこに穴が開いているタイプだともっと下がると思っています。純正のシートのような、取り付け穴の位置ですね。まあ、いずれはそれに変えたいと思いますが、まあ、とりあえずこのセミバケットシートで、しばらくは、走行していきたいと思います。それではテスト走行に行って、インプレッションをお届けしたいと思います。はい、それでは STI の運転席の、座り心地テストといいますかに移っていきたいと思います。まあ純正のシートより座面は長いので、まあ、いい感じに、座面を支えて、ももを支えてくれています。じゃあいつものコースでどうなのか、座り心地といいますか、ちゃんと体を支えてくれるかチェックしてみようと。支えてくれてますね。さすが STI のシートですね。いいですね。これはいいな。いい感じですね。うん、OK。ちゃんと G にも、まあ大した G は出てないんですが、ちゃんと G、体を横方面でも支えてくれてます。もう純正シートの時は。上半身が動いて大変だったんですけど、いいですね。シート変えてよかったです。ただですね、ちょっと問題もあってですね、これはもう私が悪いんですけれども、私が胴長短足で、
座高が、高いためにどうしても頭が、炎に当たってしまいます。正確に言うと炎を船に当たってしまうんですね。ベストポジションの場合ですね。なので、背もたれを少し倒して、今ビートに座ってます。なので、なんていうんですかね、ちょっと横寝そべりながら運転しているような感じになってしまってる。寝そべるっていうのはちょっと大げさかな。少し背もたれを倒しすぎての運転なので、少しそういう意味では運転しにくいです。でも純正シートよりかはやっぱり全然上半身を支えてくれてるので、やっぱり STI のシートの方がいいですね。これはもう少しシートの高さを低くすれば解決できる問題なのかなと思うんですけど、この STI のシートではこの高さがもうこれ以上低くならないので限界ですね。なのでしばらく予算を貯めて、いずれは何かもう少し低く設置ができるレカロなどのセミバケットシートに交換した方がいいかなと思っています。でもとりあえずは大成功です。しばらくはこれでいこうと思います。やっぱりシートを変えるといいですね。純正のシートも、悪くはないと思うんですが、私が少しデブなのと座高が座面が私の体格と合わないのでもう仕方ないですね。これでいきたいと思います。はい、今回の動画はここまでです。次回なんですけれども、次回はコンピューターの、社外のロムの、インプレッションをお届けできればなと思っています。私のビートは当初からコンピューターの方が少し改造されていて、社外品ロムが取り付けられるようになっています。それでですね、せっかくなので社外ロムをつけた時のつけたらどう変化するのか皆さんにお届けできればと思っています。今回も拙い動画ですが、最後までご覧くださりありがとうございました。次回もご覧いただければと思います。